おはようございます。おはようございます。今日は奥多摩ツーリングです。純さん、じゃあ、あの、愛車の紹介をお願いします。今日は GTF 熊沢さん初登場の自分の単車の方の愛車で、これはホンダの CB250N です、ね、通称 N バブと呼ばれている、まあ、バブのオークス3の250番です。はいはい、改造点は、改造点はそうですね、まあ、まず外装一式オールペン、それから、まあ、マフラー、タックロール、オーカーのタックロールシート、ああ、それから朝日風防にピヨピヨに三つ又エンブレムに、 あとは ETC 取り付けと、あと USB とシガーソケットの電源取り付けと、あとは完全バー、それからウインカーがヨーロピン、そんなとこですね。はい、結構俗車っぽいね。いや、そうですね、正統派のヤンシャということでこれって最初からこのホイールだったんだっけ。ホイールはそうですね、コムスターホイールで、これはどこの、これはジェットファーザーっていう、もうなくなっちゃったお店なんですけど、そこで出してたビートタイプのジェットファーザー製のテールカーです、うん。でこれは RPM に似てるのように見えるけれど違うのかな、わかんないんですよ、メーカー不明ということで。だからステッカー貼っちゃえばもう、そうなんですよただあの黄色いステッカーはあんまり好きじゃないんで、昔のもうちょっと一色のやつが好きなんで、綺麗ですね。盗まれないように気をつけないとね。そうですね、これが一番怖い。はい、じゃあ今日は安全運転で行ってきてください。おはようございます。千葉からお疲れ様ですじゃあクリさんもバイクの紹介をお願いします。はい、今日は GSX の 250S 刀で、はい、奥多摩攻めようかなと思ってきました。お刀乗ってたんですね。しかも250水冷の、これもいろいろ変えてありますね。もう15年ぐらい乗ってるんですけど。あ、そうなんですか。綺麗ですね。今年の4月ぐらいにオールペンして、お、はい、自家塗装ですけど。自家塗装、へえまだ磨きかけてないんで、おあれですけど。素晴らしい。これはそれはカーボンですね。あ、本当にカーボンなんだ。ね、おこれもスクリーン長いですよね。あ、スクリーン長いです。さすがですね。長いやつつけてます。ロングで。はい、で森脇のショート。森脇のショート感はよりショートにこれ。短く詰めたんですよ。本当はこのぐらいあるんですけど。そうなんだ。あとは、まあ、大掛かりなことはやってないですけど。シートも派手ですね、これ。シートちょっと今日は派手にしました。いつもはこれつけてないんですけど。おう、はい。あの、純さんのが派手なんで目立たないかなと思って付け替えてきました。いやー、これはうちも。エレビー乗ってくればよかったな。そうですよ。あ、まあまあ、また次回、うん、次回一緒に行きましょう。はい、じゃあ気をつけて、はい、行ってきてください。はい。
奥多摩ツーリングお疲れ様でした。お疲れ様でした。楽しかったですか。綺麗でね、すごい楽しかったです。もう真っ暗だね。行きたかったな。ちょうどよかったんじゃないかな。ね、そうそう。天気、寒くもなく。今日暖かかったもんね。じゃあ記念撮影をしよう。お風呂の王様町田店です。どうでした？ いいお湯でした。炭酸が濃かった？うん、すごいね。炭酸が多いっていうのかな、なんで入っててピリピリしてきて、あ、そう、体もね、なんていうか赤くなっていい感じですよ。今日は混んでたね。混んでて入れなかった。いっぱいでしたもんね。じゃあ行きますか。じゃあ、一番年上の人からだな。じゃあ行きます。せーの、1 せーの、1せーの、0イエーイ。せーの、1イエーイ。ごちそうさまでーす。はい、ごちそうさまでーす。はい、ありがとうございます。お、安納芋のミックスいただきます。はい、はい、どうもこんばんは。今日は、栗原さんと前々からちょっと計画してた奥多摩の方にツーリングに行ったんですけど、まじまじとバイクで奥多摩にツーリングに行ったのは初めてなんですけど、うん、まあ紅葉の季節ということで、うん、それを兼ねてのツーリングだったんですけど、なかなか見応えがあった感じでした、ね、平日だったし、うん、そんなに交通量も多くなかったんで快適に走れて、すごい気持ちいいツーリングになりました。はい。そういう感じです。はい、ありがとうございます。はい、あとあれ、エリミの感想みたいなの、はい、エリミは乗ってないですけど、今日奥多摩のツーリングから帰ってきて熊さんと待ち合わせして、で3台で一緒に、まあ、ここの温泉に来たんですけど、まあ、熊さんが調子に乗ってなんかちょっとついてこいよみたいな感じの場面があって加速されたんですけど、結構速いですね。全然追いつけない感じで、いや、もう速さはすごいなと思いましたね、加速の。はい、でもね、まあ、乗りやすくて、はい、なんか足つきもいいですよね、すごい、うん、すごい、ね、シートはめっちゃ低いから、うん、そんな感じ、うん、後ろから見てそんな感じがしたんで、女の子とか初心者におすすめ、うん、そうですね、なんか乗りやすそうな感じのバイクだったと思います。で、回せば速いし、はいはい、そうですね、悪くないと思います。はいはい、そうですね、はい、まあ、あれ、また次は、うん、ぜひ一緒に連れてってください。ああ、もう来てくださいよ。はい、もう本当今日待ってたのに。今日はね、平日だったのでね。はい、まあ、俺毎日日曜日だけど。はい、栗原さん、はい。今日はどんな感じでした？あ、やっぱり紅葉景色が良かったんで、うん、あと天気もね、寒くもなく暑くもなく、ちょうどいい感じで、うん、最高の一日が過ごせました。うん、あと食べ物も。あれですね、そばと天ぷらといろんなものを食べたんですけど、今日はもう当たりですね、外れのないいい日でした。あれ、道の駅どこだったんですか？あと、な、道の駅丹波山だった。丹波山っていう、丹波山ってどういう字か、ひらがなでした。丹波山、奥多摩湖のほとりにある、うん、あれですね、道の駅だったんですけど、良かったです。大変快です、ええ、
じゃあ次回はぜひ一緒に。そうですね、キノコ狩りも兼ねて。そうですね、キノコ行くの滑るよ、危ないよ。エルミでクマさんが3台でっていうか、皆さんね、行ける人がいればみんなで行きましょう。行きましょう。はい、はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。それではお疲れ様でした。すいません、お疲れ様でした。気をつけて。じゃあよろしくお願いします。はい、お疲れ様です。じゃあまた今度第2の手入れ温泉トレーニングでよろしくお願いします。ありがとうございました。気をつけて。